午前4時、まだ街が寝静まっている頃、霧が動き始めます。朝、霧が作り出すのは千代川嵐、薩摩川内市の絶景です。川から湯気のように湧き上がるけあらしが上空の霧と一緒になって海へと流れ出します。千代川の上を通って海へと嵐のように吹き出す。広い海でも一直線に進んでいく霧は力強く迫力ある光景です。この霧は市民の視界を遮る少し厄介な存在でした。今や薩摩川内市の自慢です。鹿児島の皆さんはもちろん、県外海外の皆さんにも届けていきます。